漁業取り締まり船は、密漁などを防止、適発し、水産資源を保護することを目的に、監督機関が所有、または要請して運用する船舶。現在の日本では原則として、都道府県知事が許可する知事許可漁業の漁業取り締まりは、都道府県漁業取り締まり船が行い、農林水産大臣が許可する大臣許可漁業の漁業取り締まりは、 水産庁漁業取り締まり船が行うが、水産庁も司法警察権を行使7時許可漁業への取り締まり、権限を有する。また、水産庁取り締まり船が外国漁船の違法操業に対してはダホなどの主権行使を行っている。現在の日本の取り締まり船は非武装であるが、諸外国では海軍や沿岸警備隊の武装艦艇が漁業取り締まりにあたることも多い。 日本帝国海軍でも、主に北洋での漁業保護を想定した占い、守る型解剖防を建造していた。水産庁が保有する最大の漁業取締り船、東高マルトラモ漁船に雪原を試みる白王丸、日本では、不法操業など、漁業に関する取締りは、基本的に水産庁の職責である。水産庁は、水産資源の適切な保存及び、管理。 水産物の安定供給の確保、水産業の発展並びに漁業者の福祉の増進を図ることを任務とする行政機関である。テレビ番組などでは不法操業の漁船の名捕に海上保安庁の巡視船や巡視艇がよく登場するが、領海審判の類以外の漁業取り締まり自体はあくまでも水産庁に協力しているに過ぎない。水産庁の漁業監督官及び 都道府県の漁業監督理員には、漁業法に基づく特別司法警察職員に指名されている者も,もおり、漁業監督官は行政警察活動として漁船を臨検する権限を持つ。漁業に関する法令に係る事件については、警察や海上保安庁に頼ることなく、逮捕から送検まで水産庁が単独で行うことが可能である。それでも、 警察や海上保安庁とは相互に協力関係を保ち漁業取り締まりを行っている。水産庁では創業の監視や密漁の取り締まりといった行政警察活動を目的として6隻の水産庁所有の漁業取り締まり船を保有している。しかし日本が有する広大な海域を6隻でカバーするのは不可能なため民間から 大和武蔵長と以下30隻程度の船舶及び航空機をチャーターしており、これらによって全国の漁場の監視や不法操業の摘発、違法に設置されている漁具の強制撤去処分を行っている。要船については、船舶の操船は船会社の船員が行い、漁業取締任務は乗り込んだ水産庁漁業監督官が行う。船員は、 漁業監督官の職務を補助する日常の業務は、排他的経済水域をめぐり、監視中に出会う漁船を停船させて立ち入り検査することである。日本の排他的経済水域内にいるすべての漁船は、漁業法の定めにより、水産庁の立ち入り検査を拒むことは許されない。立ち入り検査とは、漁船に積んでいる漁獲物の重さを計量し、 創業日誌の記載と比較して整合性を確認する取締り行動である。もし、量が合わなければ、密量の容疑者として、船長らを検挙することとなる。検挙を行う際は、現行犯を除いて、裁判所より逮捕令状の発布を受けて執行される。違法漁具の応酬についても、洋上で取締り船がこれを発見すると、無線で漁業調整事務所に連絡して、 事務所員を裁判所に赴かせ、令状の発布を受けた旨を連絡されてから執行される。近年は事件の大半が九州沖、または小笠原諸島沖で発生している。ほとんどの密漁者は検挙されても素直に服従するが、一部の不法漁民の中には抵抗する者がおり、単なる密漁が暴力事件へと発展したこともある。 実際に起きた事件の一例には、津島の沖で違法操業を行った複数隻の韓国籍漁船が水産庁の停船命令を拒否して追跡を受けた際、そのうちの一隻に乗った韓国人密漁者が開き直って漁船を異常接近させたため漁業監督官が船首にある砲塔から放水銃を発射して実力規制したところ、放水を浴びて逆上した密漁者が、 取締船に漁船を自ら体当たりさせて、転覆、自沈をした事例がある。水産庁では、海上保安庁とは違って、強行節減や飛び乗りによる実力規制を控えている。立ち入り検査も、震度妨害や警告を実施して、対象を停戦させてから実施しているため危険度が低いとされ、殉職事故は現在まで発生していないが、 容疑者に物を投げつけられて負傷者が出たことがある。水産庁は監督官に特殊警棒を活用した護身術の訓練を施し、防護のためボディアーマーと安全靴を着装させる。さらに安全棒と関節保護用、プロテクター、防塵手袋を着装して立ち入り検査に万全を期している。現行の法令では、水産庁の漁業監督官及び、 都道府県の漁業監督理員には拳銃など銃器での武装は全く認められていないため密漁の容疑者から暴行を受けた場合は特殊警棒による護身術で取り押さえる。あくまでも護身術であって逮捕術ではない。もしくは選手の報道に備え付けている放水砲の発射音と光による威嚇、威力性カラーボール発射装置の使用による 実力規制しかできない。なお水産庁では、カラーボール発射装置のことを、銃と呼称している。水産庁では、国民保護法に基づき、有事の際には漁港を担任する役所として、民間防衛を実施する。具体的には、漁船に対して、船舶無線を使用しての安否確認や、漁業者の安全な操業に必要な情報を周知する、ことを通じて、国民保護を行う。 同時に、都道府県警察や海上保安庁と連携して漁港、及び海岸保全施設の警戒監視を強化する。有事が海産物に与える影響を調べるモニタリング調査のため、取締船は航行の安全に配慮しつつ事実上の特設監視艇として出動する計画であり、実際に不審船を発見した場合は、直ちに海上保安庁に通報することとしている。水産庁では、 九州南西海域工作船事件を契機に、不審船対策についてのマニュアルを作成しており、実際に海上保安庁とともに不審船の捜索等の訓練を実施している。各都道府県では、漁業取締船を所有、またはチャーターし、乗り込んだ都道府県漁業監督委員が、前述の水産庁と同様の漁業取締任務に当たっている。 都道府県漁業監督委員は漁業法違反の容疑者及び漁船に対して立ち入り検査や逮捕、送検を行うことができる。密漁者を検挙するため特殊警報、手錠の携帯が許可されている。近年、速力に優れた密漁船が国の内外から沿岸漁業を脅かしており、対処するためには船の速力向上が迫られている。 有明海や瀬戸内海では国内の暴力団やブラック企業が手引きする密漁を警戒し日本海側では外国漁船を警戒するため速力に優れた船を配備している水産庁と同様に停船しない密漁船に強行節限して飛び乗ることは控えている密漁容疑の船舶が逃走した場合は警察や海上保安庁への通報を実施しつつ追跡して 震度妨害を行って、逃走をやめさせてから立ち入り検査を行う。漁業監督官や漁業取締船の船員には、外国の港に入港する際などに着用する、事実上の礼服として制服が対応されている。しかし通常の勤務時や立ち入り検査、取締任務等の際には、一般に市販されているものと大差ない紺色の作業服を事実上の制服として着用している。 漁業監督理員は都道府県職員のため複製は自治体により異なる。沿用への進出や排他的経済水域での長期間にわたる監視活動のため速力ではなく航続力を重視し沿用型の船舶を用いる。船舶には煙突や船橋に水産庁の紋章が掲示されている。拘束を出せる船の数は少ない。 長期間にわたる監視活動の中で精神衛生を保つため乗組員は勤務時間外に船内で一定量を飲酒することが認められている。全国で41隻体制を目指している。漁業取締船は幹船、漁線ともまた都道府県の保有船も含めて法的には漁船法に定める漁船の一種であり漁層や漁労設備を備える。 これらは欧州市大砲漁獲物の保管や違法設置漁具の回収に用いられる設備である。基本的に以下の装備が備えられている。水産庁が取締り目的でチャーターしている船にも同等の装備が偽装される。水産庁では複数機のチャーター機が昼間に洋上を飛び、目視による警戒監視と通報を実施中である。漁業監督官が登場しているが、 パイロットや整備員はチャーター機の所属する企業から派遣される民間人である。2013年までの中国では中華人民共和国農業農村部漁業局が漁業資源管理及び法執行業務に充当されていたが2013年の海上保安機関の再編で大きく変化した。詳しくは中華人民共和国の海上保安機関を参照。水産庁では 尖閣諸島沖に出漁する沖縄県内の漁協に対して外国漁船被害等救済事業による助成金を支給し外国漁船被害等救済マニュアルの配布を通じて中国の漁業監視船への警戒を求める防犯指導を実施している。ありがとうございます。